はい、皆さん、今日もこんにちは。お元気ですか？はい、皆さん、毎日ライブ配信見てますか？私ももう毎日ね、仕事しながら 画面が見れない時もね、バックグラウンドミュージック状態ですね。はい。それでね、配信の、動画のね、コメントも毎日たくさんあってね、読んでいくとね、なんだか胸がいっぱいになりますよね。皆さんね、毎日一生懸命生きていてね、いろいろある中でこの動画をね、みんなでシェアできるってことがね、本当に素晴らしいですね。で、人間ね、生きていれば病気になったりね、仕事のストレスだったり、あるいは大切な人をね、亡くしたり、試練ばっかりですよね。私もね、この年になるまで病気になったりね、仕事のストレスだったり、あるいはね、そういうことを、いや、また人並みにそういうことをね、一通り経験してますけど、なんとかね、周りの皆さんのおかげとね、天の慈愛のおかげで生きてきました。もうだからね、毎日感謝しかありません。ご飯を食べるたびに感謝、綺麗なものを見るたびにもう感謝です。でね、今辛さ全開の皆さんもね、本当に風さんに癒されてね、パワーをもらってますね。大変な苦労された方ほどコメントからね、愛を感じます。もう愛しかないですね。実はね、このたくさんの愛をくれる風さんってね、ひょっとしたら、てん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 って思うことがあったんですよ。それはね、風さんはね、菩薩様じゃないかなってふと思ったんですよ。菩薩ってね、観音菩薩、観音様っていうのがありますけど、あれも菩薩ですね。母がね、浅草生まれだったんで、よくね、昔はお参り行きましたけども、菩薩様ってね、とっても身近な存在で、庶民のね、苦しみをそのまま受け入れて癒してくれる存在なんですね。仏様ほどね、恐れ多くはなくて、とても気軽に相談できる存在なんですね。じゃあ菩薩って一体何かなっていうお話なんですけども、菩薩ってね、サンスクリット語なんですよ。で、これはね、インドの古い言葉で、仏教とかヒンズー教で使われる言葉なんですけども、それで書きますとね、見えるかな。ちょっと私、ボーディーサットバって言うんですよ。英語の文字で書くと、ボーディー、墨がないのこれ。感じで、サンスクリット語の文字だとこんななってできるかな なんかこんなの見たことないですか？風さんのあれで見たことあるはずですよ。こうやってこんなになってて、こうかな、こうやってこうかな 違ってたらごめんなさいね。間違えたかも こっちがこうで、こっちがこうかな。これがボディサットバ、菩薩様です。菩薩、こうかな。
薩様、ちょっと字が違うかも。で、これはね、サンスクリット語でね、まあ、ボン語とも言いますね。で、このね、ボディは悟り。悟りです。それで、サットバは、これはね、修行中という意味、修行するもの。なのでね、つまり、この観音様、菩薩、観音様で、菩薩様っていうのは、要するに悟りを求めて修行中の方という意味なんですよ。で、つまり仏様の下でね、修行中の身ではあるんだけども、民衆をね、救うために、まあ、民衆のことを仏教で衆生って言います。衆生っていうのかな、民衆、衆生本来仏なりなんて言いますけども、その民衆を救うためにね、仏の命で人を救う人ですね。そして自分も悟りを求めるけれども、民衆にも悟ってほしい、そして幸せに生きてほしいって願ってるもののことを言いますと思います 私の記憶では。そしてね、面白いのがね、菩薩って男でも女でもない、ニュートラルなんですよ。ジェンダーニュートラルっていうのかな、英語だと。そして、さまざまな顔を持つんですね。さまざまな顔ですよ、ほら。まさにこれって風さんのことじゃないですか ねえ、なんかミュージックビデオとか見るたびにね、いろんな顔になるし、ちょっとこう不思議なね、中性的な魅力っていうのもありますしね、風さんは。で、それでね、だとするとですよ、ここで出るんですよ、キャスティングコールなんですけど、ね、例の、みんなね、不思議な、不思議に思ってる、キャスティングコールね。あ、ここに書いてあったね。コール。これなんですけど、みんなあれは何だったんだろうっておっしゃってますけど、いまだに明確なね、答え出てないですよね。で、キャスティングコールの前に、Where have you been? I've been looking for you って言いますよね。どこ行ってたの？ずっと探してたんだよっていう呼びかけが入って、その後にキャスティングコールって何回も出てきますよね。で、キャスティングコールっていうのはね、ご存知のように、キャスト募集っていうことですよね。映画とかで配役を募ったりするものですよね。それでね、私の勝手な解釈かもしれませんけども、あれは神様からのキャスティングコールじゃないかなって思ったんですよ。で、神様から呼び出されて、さっそうとね、風さんがね、レトロなこのね、これさっき急いで書いたんだけど、ホンダ、N360 ですね、に乗ってね、民衆を助けに行くと。という筋書きなんじゃないかなって、勝手に思ったんですけど、どうでしょうかね。なんか私はそんなような気がしてるんですよ。どうでしょうか。この考え支持してくださる方はグッドボタンを押してくださいね。それから私はそうじゃないよ、こう思うんだよっていうのがあったら、ぜひコメントお願いします。はい。で、今日はこの辺で、またこの次までお元気でお過ごしくださいね。どうもありがとうございました。さよなら。ありがとう。